ございます。おはようございます。おはようございます。日本第一と国分寺との陽気です。朝からおはようございます。今日はいい天気ですね。今日は、国分寺駅北口で党の周知活動をさせていただこうと思っております。応援の方がたくさん駆けつけていただいて、今日のセッティングはこんな感じですね。ちょっと場所が空いてたんで、ここのいつものカメラアングルとは違う感じで、撮っております。こんな感じだね。じゃあ、始めますね。おはようございます。国分寺駅ご通行中の皆様、おはようございます。こちら日本第一と新しく生まれた政党でございます。今日はこの場所をお借りして党の宣伝をさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。日本第一と、略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で114,171票獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。どうか名前だけでも覚えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。私は、国分寺市在住しております党員の大木と申します。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で114,171票を獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。まだまだね、新しく生まれたばかりの無名弱小政党ではございますが、どうか名前だけでも覚えていていただければ幸いです。非常に覚えやすい名前だと思います。日本第一と日本人が一番、日本が一番、ジャパンファースト、これを掲げている政党でございます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの政党でございます。どうぞよろしくお願いします。カメラがね、3つ並んでると前通る人威圧感があるんで、これのやつは変えます。やっぱ場所をこの辺にします。すいません、アングルやっぱりこっちに戻しますね。ちょっとカメラが3台並んでると前通る人がギョッとしちゃうんで、こんなとこかな。すいません、ちょっとまた横からのアングルになりますけれども、こんぐらいかな。第一党のこんぐらいかな。まあ、それでツイキャスの、ご覧いただいている皆様は、ちょっとこれこのアングルで許してください。やはりね、歩行者最優先でやりたいので、すいません。こんなことどうかな。おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの緊急車両です。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党
当氏は前回の市知事選挙で11万4171票を獲得いたしました桜井誠が務めている保守本流政党でございます。まだまだ生まれたばかりの政党、名前も皆さんご存じないと思いますが、はい、緊急車両です。行きたいと思います。
で、それを察知した国分寺市は、そのすぐ、バザール経営の跡地の横の、空いてる店舗、これを借りて、そこを国分寺市図書館分室、そういうふうな、市の施設にすることによって、パチンコの出店を阻止しようとした。この違法ギャンブル、パチンコと戦った唯一の誇れる自治体だったんです。なぜそんなことをしたかと言いますと、都条例で決まっておりまして、図書館とか学校施設、この半径200メートル以内は風俗業、パチンコっていうのは風俗業ですよ。風俗業、これは出店できない、こういう都条例が決まっております。条例っていうのは法律です。ですからそうやって法を使って阻止しようとした。しかし残念ながらパチンコ裁判で戦いましたけれども、国分寺市は負けました。多額の、立ち退きを含めた賠償金を払い負けてしまいました。ですが、そうやって戦った自治体だったんですね。この違法ギャンブル、パチンコと戦った自治体では、このギャンブル、パチンコっていうギャンブルがなんで違法なのか、これをお分かりになってない方まだまだいると思います。パチンコって普通に駅のそばとか子供が通るところとか普通にありますもんね。これを我々日本第一党は違法ギャンブルパチンコ、これを徹底糾弾しております。なんで違法なのかっていうのを説明させていただきますと、まず賭博法ございます。この日本では競馬、競輪、競艇、まあ宝くじなんかもそうです。こうして国で認めた賭博ギャンブル、こういうものしか許されてないんですね。ですがパチンコ、これは大枠のカテゴリーだとゲームセンターの延長扱い、雀荘ですね、雀荘みたいな扱いで風俗業で、許可されてしまっている、商売です。まずパチンコ、お客さんがパチンコ屋に行きパチンコを打ちます。まあ玉がジャラジャーと出てで勝ったとします。勝ってその出玉をカウンターに出すと特殊景品っていうのを渡されますよね。特殊景品、なんかこんなちっちゃい箱に入ってなんかよくわからない、何の価値もないやつですね。それを渡されます。そこまではやってることゲームセンターなんかと同じなんですよ。クレーンゲームで欲しいぬいぐるみがあったらお金入れて取りますよね。それなんかと全く同じ、そこまでは違法ではないんですね。ただその一見素人が見て何の価値もないその特殊景品をある特別な古物商に持っていくとお金になる、皆さんもご存知だと思います。 PUC ショップですね。これは古物商なんですね。だからよく古本屋さんなんかありますよね。持ってって、先生これ買ってくださいって言って、それでお金に換えてもらう。金券ショップなんかもありますよね。使わなくなったら切手とか、そういうの持ってって、それでお金に換えてもらう。それと全く同じ、古物商のグループ、古物商グループの、グループっていうとおかしいですね。まあ、TUC ショップなんですね。そこに TUC ショップに、特殊景品を買う、持っていくことによって、そこで初めて客と客の中で、換金がされます。そしてその TUC ショップが買い取った、その何の価値もなさそうな特殊景品、これが一体どうなるか。その特殊景品だけを専門に扱う謎の卸業者があるんですね。何の価値もないはずの特殊景品、箱に入っているプラケースとかに入っている何の価値もない特殊景品、それをその謎の卸業者が買い取って、そこでまたお金が払われる、
まあ払ってないかもしれないですね。まあ買い取る。そしてその買い取った卸業者が買い取った特殊景品をもう一度パチンコ屋に下ろす。こうやって3つのパチンコ屋古物商、特殊古物商ですね、そして特殊景品買い専門の買い取り業者、この3点でぐる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 回して脱法、法をかいくぐり、のうのうと戦後から続いてしまっているギャンブルが私の目の前のそのパチンコです。さっき古物商、TUC ショップ古物商って言いましたけれども、古物商って物の買い取り、買い取りの際1万円以上、額面で1万円以上の買い取りの際は身分証明書の提示、それと古物商が管理する古物台帳への記載、これが必ず義務付けられているんです。法律で古物営業法、これは法律です。これ義務付けられてます。どこのお店も質屋さんもそうです。全部やってます。小さな買い取り屋さん、例えばハードオフとかホビーオフとかもありますよね。全部やってます。あとはこの今1万円未満って言いましたけれども、書籍だとか、あとはゲームソフトだとか、そういったもの、そういったものは、金額の上下関係なく必ず身分証明書の提示が必要になる。そういうふうに細かく細かく、取り決めがされているのがこの古物営業法なんですが、それすら TUC ショップは守ってないんです。だってパチンコ屋さんでパチンコで、買って特殊景品もらって持ってって TUC ショップに持ってって、じゃあこの、用紙に名前、住所、電話番号を書いてください、何か身分証明書ございますか、そんな感じで言われた人いらっしゃいますか。いないんですよ。 TUC ショップっていうのは特殊な古物商なんですね。で、話はすみません、脱線しました。そういう3点方式で、ずっと成り立っているこのパチンコ、このパチンコっていうのは今現在日本国内で19兆円の莫大な売り上げを叩き出している産業なんですね。パチンコ産業19兆ですよ。もう超の話になると本当に飛んでしまいますけれども、例えば我々日本人庶民皆さんが、払っている今消費税ありますよね。今 8% から来年 2% 上がり 10% になると言われています。こんな消費税なんて廃止してしまった方が私はいいと思うんですけれども、党の政策もそうやって掲げてるんですけど、それはまた置いといて、消費税、これの歳入が、年間で国の歳入16兆円なんですね。これ北は北海道から南は沖縄まで全ての消費税、皆さんが払った消費税をかき集めても、この日本に散らばるパチンコ、これの総売上に勝てないんですよ。そういう巨大な闇だってことを皆さんもう一度一人一人が考えてください。パチンコっていうのはそれだけではございません。もう一つ、マスコミでは一切報道されませんけれども、とんでもない闇を抱えております。ギャンブル依存症の問題ですね。皆さんこのギャンブル依存症というのを聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。ギャンブル、これは中毒症状、ある種の中毒症状があり、そのギャンブルで投資して勝った時のこのキックバック、この快感に酔ってしまいやめられなくなってしまう、そういう心の病でもあるギャンブル依存症なんですね。これに侵されてしまい、年間で一体何人の我が日本国民が自殺してしまっているか、皆さんご存知でしょうか。これは報道されません。自分で調べないと分かり得ない情報です。なんと3000人、
1日1人とかそういうペースじゃないんですよ。1日8人ぐらいのペースでギャンブル依存症で首くくって自殺されてるんですよ。その命を絶ってるんです。そしてこのギャンブル依存症、この大半、もうほとんど全てと言っても過言ではございません。それがことのきっかけがこのパチンコなんです。パチンコ、誰でもが手軽にできてしまうギャンブル、こんな場所はあってはならないんです。世界中どこを見ても、駅のすぐ真下の、しかも駅の真下っていうか複合施設ですよ、駅ですよ、駅の下に賭博場、これがある国なんて日本だけです。さらに言わせていただきます。駅複合施設の下に脱法ギャンブル、パチンコがある自治体、これは日本全国でこの国分寺だけなんですよ。これをぜひ皆さん周知してください。昔国分寺はこのギャンブル、脱法ギャンブル、パチンコと戦った自治体でありました。ですが、何でしょうかこの体たらくは。恥ずかしい、本当に恥ずかしいと思います。しかもそこの駅の中だけではないです。すぐそこに行くとまた大きなパチンコあります。またさっきからそこからさらに曲がるとパチンコあります。工業学部の駅の前、なんと市役所の前ですよ。目の前にもパチンコあります。あとは府中街道のところ、デガスベガス、大きなパチンコありますよね。国分寺街道にもあります。なんで国分寺市はこんなにパチンコに侵されてしまってるんでしょうか。これ国分寺市民だけじゃないんですよ。他からも国分寺に打ちに来てるんです。信頼が入荷するのが早いから。ギャンブル大国、ギャンブル自治体じゃないんだから、本当に恥ずかしいことだと思います。日本第一党はこの3点方式で延々と営業をされ続けているパチンコ、これを違法とみなし、全国から廃していく、そういう政策を掲げております。どうぞよろしくお願いします。ただね、もうこれは戦後70年延々と続いてしまっているシステム、もうね、日本中にありとあらゆるところにパチンコ、もう24時間営業のパチンコなんかもあるんですよ。とんでもない。これをなんとか廃すのは国、行政、これにはなかなか期待はできないです。今既存の政党には期待できないです。というのは、既存の議員たち、はっきり言います、パチンコ議連という、団体があります。あともう一つ、IR 議連、今度始まるカジノ法案ありますよね、カジノ。それの IR 議連。こうやって、ギャンブルには、あまたの深い利権が根強くあります。そういう利権の中に使っている議員さんたちが、果たしてこの声を上げてくれるでしょうか。上げてくれるわけがないんです。我々日本第一党が育つにはまだまだ時間かかると思います。その前にパチンコが、今の話を聞いてパチンコをなんとか食い止めよう、パチンコをやめよう、そう感じていただける方はご自身の身内、友達や親戚、ご家族、パチンコどうしてもやっちゃう人、パチンコでまた負けたなんて言ってる人、そういう人を見かけたら、お前はもうパチンコやめろよと言っていただけませんでしょうか。これは私たち一人一人、日本国民一人一人の義務です。我々のまだ見ぬ子や孫、その世代までこの脱法で、脱法でのうのうと生き残ってしまっているこのパチンコ、
これを残すわけにはいかないんです。でこのパチンコの発信源は、朝鮮半島から来てるんですけれども、お隣の韓国ではこのパチンコはとっくに廃止されてるんですね。なんで日本に残ってしまってるのか、これを一人一人が考えて、なんとか日本からね、このパチンコ、これをなくしていきたいと思います。この場所に立たせていただくために、たびにこのパチンコ問題、毎回毎回飽きるほど口を酸っぱく糾弾させていただこうと思います。どうか一人一人がパチンコをやらない勇気、パチンコとパチンコを断絶する強い意志、これを持っていただき、このパチンコで垂れ流されている19兆円を日本の経済に循環させましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ご声援ありがとうございます。いいですね、こうやってパチンコ戦うって聞いてくれて、拍手もらってすごく嬉しいです。やっぱうちの政党だけじゃないんですね、皆さんこう心のどこかにはパチンコ、これはおかしいんじゃないかって思ってると思います。さて、今日の本題の、冒頭で申し上げました移民、今現在日本で問題となっている移民、これについてちょっとお話しさせていただこうと思います。すみません、ちょっと待ってください。はい、この移民問題なんの前に、まず移民の定義、これね、移民反対なんて言ってる人とか、やっぱりね、移民は嫌だって言ってる人とか、すごくツイッターなんかでは見かけるんですね。ですが、興味のない方、興味のない方、さほどこの移民、この2文字のワードに興味のない方は、何が移民なのか、何が移民じゃないのか、そういうのが理解できてないと私は思うんですね。ちょっとざっくりなんですけれども、まず移民の定義を皆様に分かりやすく説明させていただこうと思います。説明と言いましたけれども、もうこれ一言ではっきり終わってしまうんですけれども、多国籍のもの、国籍が、その国にないものが1年です。1年楽しい、例えば外国人の方が日本に1年間定住する、それが国際法上の移民と言われているものなんですね。ですから移民というとちょっと何て言うんだろう、国を捨てて移り住んできた、そんなようなイメージを掲げている方がいると思いますけれども、そうなんです。外国人技能実習生、あとは留学生もそうです。1年以上いますよね。これ皆さん移民なんですよ。あともう一つ、帰化、日本に帰化した方、これの一世ですね、帰化一世、これも大枠カテゴリーでは、なんと移民になるんです。その帰化一世が、日本人と結婚して、で子供を産みました。その子は日本生まれ、日本で生まれて日本で育っている子なんで、その子は日本人です。移民ではございません。そういうような細かい仮説、とにかく1年以上日本に、国に、まあ日本で、考えているので日本と言わせていただきますと分かりやすいように、1年以上日本に住む方は皆さんも移民なんですね。さあ、この定義で今日本に移民どれぐらいいると思いますか。今日本政府は、移民政策しないと言いますけれども、このさっき言った外国人実習生だとか技能実習生だとかあとは留学生、それもそうですね、飛び立って留学ジャパーン、ね、それなんかでもそうですけど、
移民とはっきり言わずに名前を変えたその1年以上定着させる実質移民、これを日本政府は進めております。あとはですね、この移民のカテゴリーの中だとオーバーステイ、不法滞在ですね、これももちろん移民にカウントされます。あとはもちろん密入国、これ捕まった密入国者も移民にカウントされます。その全ての移民をカウントすると、現在今この日本にはもうすでにですよ、もうすでに240万人の実質移民、これが定着しております。30万人移民増やすとかそんなことを言ってる場合ではなかったんですね。実はもうこの日本はすでに移民大国です。この数字を聞いていただいても分かるように240万人、1億2000万人しかいない、日本の総人口、これどんどん減ってきてますね。そのうちの240万人がもうすでに多国籍移民の方が住んでるんですね。なるほどって分かってくれると思います。コンビニだとか、あとは、居酒屋さんだとか、ファストフードとか、今外国人の留学生の方一生懸命働かれてますよね。ただ、移民、これに関してなんですけれども、話を進めていく前に一つ、本当にこれはみんなを一緒にしないでほしいんです。全部を これから移民についてちょっと球団的なことを言いますけれども、一緒にしないでいただきたい。それは私の知り合いでもこの留学に今来てるんですね。日本に留学に来てる、本当に日本語を学びたいと言って、お父さんやお母さんが お金を出してくれて、毎月仕送りもしてくれて、日本で今留学して、日本語を覚えようと思って留学して、決められたルール通りアルバイトをし、そして本当に真面目にね勉強している子もたくさんいるんですよ。だからこの移民問題、これを語る前に全員をそういう目で見ないであげてほしいんですね。本当に日本語を覚えようとして日本に来てくれる外国人、これってすごい誇らしいことなんですよ。なんか日本語っていうのはとても難しいらしいです。ひらがな、カタカナ、漢字、あとは文法の言い回し、これも英語と違いますよね。ひっくり返ってますんで、それを一から覚えようとして頑張って留学して日本語学校に通い頑張っている方たくさんいます。そういう方はぜひ応援します。ぜひ皆さんも応援してあげてください。私も本当に応援します。頑張って日本語を覚えて将来仕事の役に立てていただきたいと思います。ですが今日糾弾したいのはこの移民、その前にですね、この移民その前にというか移民問題です。これなんですけれども、まず国と国、さまざまな、世界中にはさまざまな国があります。その国にはそこで培われた文化、あとはそこで培われた道徳観ですね、そういうのが数多、千差万別、バラバラなんですね。ある程度文明の頭が揃った、道徳観が揃ったところ、そういう国とは総合移民でやっていけると思います。合に入ったら合に従えっていう言葉ありますよね。だから、例えば細かい法律、例えば日本人がアメリカに行くと、一番驚くのが銃ですね。店のすぐもうカウンターの後ろなんかに普通に銃とか置いてあるんですよ。これはカルチャーショック受けると思うんですけれども、そういう細かな法律の違いはありますけれども、文化が同じなんで、道徳観が同じなんでやっていけるんですね。
ですが、まあ、例えば今問題になっております、北欧で問題になっておりますよね、ムスリム移民、これがどういう道徳を持っているか、彼らがどういう道徳感を持っているか、これを説明します。ムスリム、これはイスラム教ですね。女性の方はみんなこう肌を全部隠して街中歩かれております。私もね、以前ドバイに行った時に本当にびっくりしたんですけれども、女性の方で肌を露出されている人なんか一切ないんです。もう暑いですよ、外はすごい暑いんですけど、いや大変だななんて思ってたんですよね。そういう国で自身の文化を、ね、構築していって、ありがとうございます。そういう国で道徳を学んだもの、それが自分の国で暮らせなくなった人が、移民として例えばスウェーデンなんかに行きますよね。で、北欧の人たちはどういう、女性たちはどういう格好をしているかというと、みんなちょっと胸を出して、緊急車両ですね、大丈夫と思います。
ただ北朝鮮からも実は少々入ってきております。彼らは見た目は分かりません。日本人の中に溶け込んでおります。で、彼らの中にも先ほど冒頭申し上げました、日本語を学びたい、そこから始まり日本の文化、そういうのを、お気に召していただき、日本の道徳、この中で暮らしている方もたくさんおられます。ですから一概に全てを否定はいたしません。ですが皆さんご存知のようにチャイナとコリア、ここでは徹底した反日教育が今もなお繰り広げられていますよね。歴史を捏造された歴史を使い、日本は過去に悪いものをしたんだ、日本に、日本人に、韓国は大量虐殺されただとか、慰安婦問題だとかもそうですね、あれ全部嘘ですからね。そうやって徹底的に弟の国と言われる日本、だから、チャイナよりもチャイナの中心にして、中華ですからね、チャイナを中心と捉えて、でそのすぐ横にいる、朝鮮半島、そこから海を隔てて離れた弟の国日本、これを弟のくせになんてことしやがったんだと徹底的に反日教育を繰り返しているのが韓国です。そういった国の方々が、大量に今日本に移民として来ようとしている。これがどういう道徳の違い、明らかに歴史教科書ですからね、明らかな違いがあるんですけど、どういう道徳の違いが今後生じるか、皆さんも危機感を持って考えてください。これはですね、安倍自民党が続く限りはもう避けられないです。蛇口がもう緩んでしまっています。もうこれは締めないともう避けられないことなんで、皆さんが一人一人がね、そういう危機感を持てば完全な対処はできませんけれども、ほんの少しだけスウェーデンのようなことにはならないと私は思います。それでですね、この移民の問題なんですけれども、もう一つあるんですね。これは、2012年ぐらいに、外国人も3ヶ月以上日本で暮らすんだったら国民健康保険ですね、これを得れるようになってしまっているのを皆さんご存知でしょうか。また緊急車両ですね、今日多いですね。ちょっと止めます。
これ福祉問題、これ日本の税金ですからね。これがもっと皆さん一人一人が危機感を持っていただきたいんですね。というのはもうすでに実際にもう一件二件起きているとかそういう話ではないんです。このシステム、保険システム、日本の福祉、国民健康保険、これを悪用して医療一時滞在、そういうのがもうはっきり言います、もうツアー化してます。日本に行って、3ヶ月日本に暮らすっていう住民登録して介護保険作って、そして日本でがん治療する。これね、皆さん本当にメディアでは一切報じないことなんで気づいてないと思いますけれども、病院すっごいことになってますよ。中国語がわかる、あとは韓国語がわかる、そういう人をもう雇わなければいけないぐらいの押し寄せております。こうやって、日本が今財政困難で、来年から消費税上がりますよね。そこまで言われている、一丁目一番圧迫しているのが福祉なんですけれども、これを締めないで、こんなザルのシステムを締めずに移民を受け入れる安倍自民党、これ皆さん本当にどう思いますか？だから彼ら、がん治療一時滞在、3ヶ月滞在するような、そんなような移民たちのために 2% 上がるようなもんなんですよ。例えば、どこだっけ、シンガポール、まあ、海外の他の国と比べるの僕はあんま好きじゃないんですけど、シンガポールありますよね。あそこでは移民、これの価値、対策としてものすごく強固なものがあるの、皆さんご存知でしょうか。移民、労働移民で来た人、そういう人は自分の国の中で例えば結婚して子供を産んだりとか、そういうことは絶対にできない、法で禁止されてるんですね。例えば、妊娠しました、それが発覚したらその時点で打ち切られ、叩き返されるんですよ。そうやってきちっと移民、迎える移民に対してのきちっとしたルール、それがおぼろなままの状態、これが今日本なんですね。ですが単純労働者としてじゃんじゃん迎え入れようとします。迎え入れようとしている。これを皆さん一人一人が本当にこう考えていかなければいけない。あとは、技能実習生の話しましたけれども、すいません、ちょっと話がどんどん逸れてしまうかもしれない。技能実習生の話、これね、皆さんも本当雇用者側の方に訴えたいんですけれども、甘い汁吸わないでください。確かに今すでに技能実習生を抱えている企業には助成金出てますよね。実は新規に、迎える、実習生には今立たれていると私は聞いております。助成金をもらえるから、で何ヶ月、何年か、1年だったかな、1年ぐらい、雇い続けると助成金が出るんですね。そういうようなことで実質安い労働力としてこの技能実習生、外国人を雇ってしまう。これをもう一度考えてください。雇うのであれば我々日本人と同等の給料を支払うべき。いらっしゃい。支払うべきだと私は思っております。その覚悟を持ってコンビニも、先ほど言いましたね、コンビニも
ファストフード店も居酒屋さんもその覚悟を持って行ってらっしゃい。頑張って。その覚悟を持って雇ってください。で、日本人に日本でも職を探されている方たくさんおられます。ぜひそういう方も見捨てないで雇ってあげましょう。そうやって官民一体となって進めていけば今の労働力不足少しだけでも緩和されます。そしてですね、すみません、話から移民からどんどん育てていってしまうんですけど、労働力不足、この問題なんですけれども、別にいいじゃないですか。夜とかお客さん来なかったらお店閉めちゃえばいいんですよ。コンビニだって24時間営業してるのがデフォルトになってしまっておりますけれども、セブンイレブンなんて昔は11時に閉まってたんですから、7時から11時までの営業で、だからセブンイレブンだったんですよ。別に人が少なくなって労働力が減ってきた、休んでいいんです。休んで英気を養い、昔のようにやっていけば私はいいと思います。全然それで労働力が減ったからといって慌てふためいて外国人をじゃんじゃん呼ぶ、それが果たして日本のためになるんでしょうか。労働力で安易な労働力を増やしたい、その目的で招かれた移民、これは過去にドイツでも大失敗してますよね。労働力、それで招かれた移民というもの、そういう移民こそが永住するんです、定着するんですよ。大したその国の文化とかそういうものに一切興味のなく、ただあそこ行けば稼げる、それで入ってくる移民というものこそが定着します。必ず。これは過去の失敗でたくさんありますよ。ですからまず受け入れるのであれば、どうしてもそんなに労働力が不安でしょうがない、もう1億人じゃなきゃもう嫌だって安倍さんがおっしゃるんであれば、まず法の枠組みをきちっとして、移民を迎えるためのこの万世一系で日本人だけでやってきたこの日本、これをルールを多少曲げるのであれば、そのルール作り、それをまず骨組みをきっちりして迎えてください。ただですね、日本第一党ではこの移民政策、これは断固として反対し続けます。日本人だけでやれます。せっかく海で囲まれているこの地形、入ってこれないんですよ。陸続きじゃないから危険なものが入ってこれないんです。頑丈な壁、これが海なんですね。迎え入れてどうするよ、そう思いませんか。この安全な国日本は銃刀法きっちりしてます。誰もアメリカみたいに銃なんか持ってませんよ。それでもやっていけてますよね。これは日本人が培ってきた民度、まさにこれこそが日本の誇れるものなんですね。これをわやくちゃにしようとしているのが今安倍自民党が行っているこの移民政策です。これに危機感を持ち、声を上げていき、そして民間雇用者、安易な外国人の実習生、彼らを単純労働力として雇ってしまうことが善か非か、これを一度考えるべきだと思います。政府がやらないんだったらもう我々民間日本人がやるしかないんですよ。どうぞよろしくお願いします。さて、移民の話、またこれ今後ともさせていただこうと思います。実はね、昨日なんですけれども、昨日かな、
私ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは本名全部ひらがな大木真一でやっております。それでですね、昨日外来種の問題をツイートしたんですね。わざとです。今日の今朝一人気づいて、これって大木さん移民問題のやつをかけてませんかなっていうリプライがありました。続いたなって思ったんですけれども、そうなんですよ。人も大枠では生物です。やはり生態系、この限られた日本という生態系で営んできたのが我々日本人です。今カミツキガメどうなってるでしょうか。ブラックバスどうなってるでしょうか。また記憶に新しいヒアリ問題、大騒ぎ思い出してください。全部が全部そうではございません。移民の中でも冒頭言いました、本当に日本語を覚えたくて日本の文化、これを重々承知で来て暮らしている移民の方たくさんいます。そういう方は応援いたします。一緒に頑張りましょう。日本へようこそお越しいただきました。ですが、これから今進めている移民政策、移民受け入れ、じゃんじゃん受け入れ政策の中では、決して日本に好意的なことを持ってない人、あとは道徳感が全く違う国の方、そういう方も含まれていることだけは皆さん注視してください。タイとかね、インドネシアとか、そういう国はね、結構な日本とは流行できると私は思います。ですが、反日感情を持っている国、道徳が全く違うムスリム、宗教が違う国、そういうのは来てほしくない、来るべきではない、迎えてはいけない、私はそう思います。あ、法則なんですけれども、給食問題なんかもありましたよね。イスラム教ムスリムの方が給食に豚肉を出すな、ハラルミート出すな、だったら来るな、豚肉が食えないんだったらじゃあ食わなきゃいいんだよと私は思います。日本で順応できない方は来ないで結構です。これを断言して、移民問題の話を、進めさせていただこうと思います。そして、最後に、ちょっと時間長くなりましたけれども、党の PR をさせてください。こちら日本第一党、昨年生まれた新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー、何々ファーストなんて、都民ファーストとか小池さんがやってましたけれども、あれ言い始めたのって、実は今現在我が党の党首、同じ都知事選挙で114,171票獲得した桜井誠が言い始めたのが〇〇ファーストだったんですけどね。なぜか、ユーキャンの受賞式には呼ばれなかったみたいなんですけれども、どういうことなんでしょうか、小池さん。そういう政党が我々日本第一党でございます。さて、立ち位置はズバリ保守本流、日本の文化、歴史、伝統、民度、日本人が培ってきた民度、それとこの今現在の日本を守るために戦ってくれた祖先、父祖の名誉、こういうものをまとめて保ち、守り続け、まだ見ぬ子や孫にちゃんとバトンタッチ、日本を日本のままバトンタッチしていこう、そういう考えが保守本流です。そういう立ち位置にいる政党が我々日本第一党でございます。
そしてこの誇らしい、党の党員やらせていただいております国分寺市在住私が大木と申します。この場所を借りてマイクを使わせていただきまして誠にありがとうございました。党員を常時募集しております。我々日本代表では党員を募集しております。年会費は1万円です。政党の党員になって、なんのに1万円かかる。高いと思います。正直でこの高い理由を今ざっくり説明します。大政党、まあ、既存の政党ですね。こういったものは多くの利権があります。というのは議員を輩出することにより政党助成金がいただけるというので、医療研究、実験なんかが生まれていくわけなんですね。ですから我々の政党はまだ昨年生まれたばかり、議員一人もおりません。なので利権がない政党、この全部、入党いただきました、党員さんの党費から賄われております。あとは個人献金。そうやって日本国民志、一人一人の志でなんとか存在している政党が我々日本第一党でございます。今議員を廃止するためにやはりその準備段階としましてまずは党の名前を知っていただこうと思い、各地駅頭に立たせていただいております。こちら日本第一党、略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。こうやって駅頭に立たせていただき、党の名前をまずは党の名前を覚えていただこうと思い、周知街頭演説をさせていただいております。現在日本国内に多くの賛同者が、入党してくれて、こうやって一緒に頑張っております。今駅頭で立っていただきチラシ配布してくれてますね。これみんなうちの誇らしい党員です。このチラシ、これは私が使っているこの大きなチラシであります。これは党費から賄われている大事な大事な1枚のリーフレットですね。ですが今手伝いに来てくれている党員さんたちが手に取り、皆さんに配布しているそのチラシ、これは党員の皆さん一人一人の自腹で印刷している大事な大事なチラシです。こうやって一人一人の志のみで活動しているこの誇らしい政党、どうぞ名前だけでも覚えててください。日本第一党です。この日本第一党がなくなってしまったら、この日本から保守政党、これが絶滅します。現在この日本には数多の政党ございますけれども、その全てが左に傾いてしまっている、左傾化している。それ皆さんお気づきでしょうか。よくね、マスコミメディアなんかは全て反対派、反体制がマスコミなんで、ですから、どのチャンネル見ても安倍総理の批判をしてますよね。ということは安倍総理はその左側と戦う保守なんじゃないか、そう勘違いされている方がいらっしゃると思います。ここで毎回毎回私が口を酸っぱく言っている日本国民全員に覚えていただきたい、日本人が国民が政府に裏切られた日、我々の大事な大事な英霊たちが日本に裏切られた日、2015年12月28日、この日を皆さん覚えてください。
どんな日かというと、靖国に眠る246万6千柱、今は神となり、私たち今を生きる日本人を見守ってくれております。彼らはもう後戻りのできない、ですから生還することもできない、そういう期待に乗り、後の後世の日の丸、日本、君が代、これに全てを託し、敵艦に突っ込んでいきました。最後の言葉は、お母さんさようなら。怖かったですよ、怖かったと思います。私なんかよりももっともっと若い、20にもなってない、20歳にもなってない若い子が頭に日の丸の鉢巻きを巻き、ただただまだ結婚もしてない、ですが、ただただ日本を残したい未来の子供たちに全てを託す、君が世に託す、こういう思いで散ってった246万6千柱の神が今も九段に眠ってますね。その彼らをあろうことか犯罪者、しかもその犯罪も強姦魔ですよ、それをそんなことを言っている合意が、その日に結ばれた日韓慰安婦合意なんですね。慰安婦、これは確かに存在はいたしました。戦時中、戦時で、戦う兵隊さんたち、彼らもお給料をいただいてましたからね。で、その給料を、まあ、給料にかかる言い方がちょっと失礼かもしれません。ですが、たくさんお金があるところに行って、性風俗産業、これを営んでいたのが慰安婦です。ちゃんと、人材募集されて、集められた、現在の風俗場ですね。それが、海を隔てて向こうに行って、働いてた。ただそれだけのことなんですけれども、もう説明するのももう以上です。何もないです。他にはもう何もないぐらいの、たったそれだけのことなんです。それを強制連行され、無理やり20万人が連れて行かれ、その連れてき方もジープに無理やり乗せられただとか、ヘリコプターに乗せられて運ばれただとか、電話線をぐるぐる巻きにされただとか、もうね、めちゃくちゃなことを言ってるのがお隣の韓国なんですよ。ジープもヘリコプターも日本が使ってないですからね。もう本当にどこの国とお間違いなんでしょうか。そんなことを言っているのが韓国、その嘘、捏造、ゴシップ、フェイクニュースをあろうことか、現在その保守立ち位置と言われている安倍自民党が認めてしまった売国合意、これが日韓慰安婦合意なんですね。こんな合意を結んだ政党、これが我々日本代表の理念として冒頭申し上げました、日本の文化、歴史、伝統、父祖の名誉、それらを守る政党なんでしょうか。そんなわけないんですよ。移民を受け入れている政党が日本の文化、歴史、民土、伝統、これを守る政党なんでしょうか。そんなわけないんです。脱法ギャンブル、パチンコから甘い利権を吸い取っている政党が、この日本の文化、歴史、伝統、民土、これらを守る政党なんでしょうか。自民党は保守じゃない、自民党は保守じゃないんです。これを皆さん一人一人が正しく認識していただき、保守政党、これの立ち位置をどうかご理解ください。我々日本第一党は
日本に唯一残された保守政党です。我々が亡くなったら保守は日本から絶滅します。どうかこの声を消さないように応援していただければ幸いでございます。毎日毎日、党員募集しております。党費は10,000円、高いですよね。そういう理由があり、一切の利権のない我々の政党は皆さんからいただきました党費、個人献金、これで切り詰め切り詰め、なるべく使わないように切り詰め、できる範囲は自分らのポケットマネーで済ます。こうやって頑張ってる誇り高い政党が我々日の丸の一番に合う政党、日本第一党です。どうか覚えてください。すいません、1時間もこの場所でお話をさせていただきまして、どうもありがとうございました。日本第一党、私国分寺市在住党員大木の挨拶でございました。またこの場で立たせていただくこともあると思います。どうかこの時はさっきのね、頑張れっていう応援、すごい嬉しかったです。ああいうのね、本当いただけると声のトーンが少し上がります。どうぞ、もし賛同いただける方がいたらね、声援いただければありがたいと思います。マイクの音うるさくて申し訳ございませんでした。日本第一党でした。どうもありがとうございました。頑張れ。すみません、ツイキャスご覧の皆様もどうもありがとうございました。今日はね、ものすごい、すごい声援でした。本当に今日はちょっとテンションが上がって嬉しかったです。ありがとう。こんな感じでまだね、未だにね、なんかみんな聞いてくれてたんですね。顔見えてませんよ。こんな顔は見えなくて大丈夫です。はい、じゃあ、今日は皆さんも長い間ありがとうございました。今日のセッティングはね、こんな感じなんですね。ここにこう僕の印刷した白黒のチラシがあり、でこんな形でトラメがあって、で超イケメンがここにいて、でのぼりがあって、あとは今日持ってきてくれた、これ分かりやすいんですけど、制作と、あとこのポップです ね。こんな形でやらせていただいておりました。じゃあまたどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ切ります。日本から自民党を叩き出すぞちょっと違うかな日本第一党でした。ありがとうございました。